最強と言われる3歳世代が最強の小馬に挑む一戦です。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは。今日も闘志を内に秘めてマキシマムと結城潤がここにいます。ブリンカーを外し、今日は闘争心をまとった死神ヒヌマポークでやります。関西の実力はシャオサンロンでやります。サンスクリット、カザマゴールド、その後ろサンバシンくらいあって、夢の太郎、1番ヨハネ、トニーホームズ、その外からは12番ブライティスト、その後ろ5馬身くらいあって2番ゴールドベガス、もう1頭10番ロングユニオン、注目の森川駿とシルフィード、今日も白い稲妻が炸裂するか。各馬第1コーナーに差し掛かります。前でありますが、前マキシマムが先頭です。それからもう1頭ヒヌマボーク、そしてその後ろからシャオザンロン、11番サンスクリット、そして5番手に8番カザマゴールドでやります。ちょっと離されまして7番夢の太郎、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。そのうちヨハネ、そしてその外に6番トジーホームズ、ブライティストがその後ろ、この辺りちょっと離れている2番ゴールドベガス、そして外からはロングユニオン、一番後ろに9番シルフィード。さあ先頭の方はどうなっているか。これが先頭マキシマム、その後ろでやりましょうか、ヒヌマボーク、4番黒い馬体シャオザンロンでやります。サンスクリット、それから8番カザマゴールド、それから離されまして7番夢の太郎。おーっとシルフィードが一気に差を詰めて上がっていった。さあ場内が騒然としています。ヨハネ直線伸びてくるのかどうか。先頭島村とヒノマボー、内を通ってシャオタンロン、内が飛んだ岡部とヨハネ、風間ゴールドが2番手、マキシマムが2番手、最後はやっぱりこの2頭か、シロフィードが2番手。これは強い、本当に強い。これが狂気をまとった死神ヒノマボークだ。